まもなく1番線に電車が参ります。夢の夢は S4 になること。どうしたの？書かないの？あ、夢ちゃん、小春ちゃんいつも言ってたでしょ。うん、でもなろうよ、一緒に。え、 S4 に。楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。夢の始まり。私も S4 と同じ四つ星学園の生徒なんだ。嬉しすぎてドキドキが止まんない。皆さん、ご入学おめでとうございます。私が四つ星学園学園長の諸星です。まずは君たちの先輩であり目標となる我が校のトップスター S4 の4人を紹介しましょう。
彼女たちのような光り輝くアイドルになれるかどうか、全ては君たちのこれからの頑張り次第です。はい。では、S4 から一言。月の美し組、霞夜空です。厳しい世界ですが、みんなで一緒に頑張りましょう。風の舞組、二階堂ゆずです。先生、私も先輩として全力でサポートすること誓っちゃいます。鳥の劇組、きさらぎ翼です。愛情を持ってビシバシと厳しく指導しますので、よろしく。花の歌組、白鳥姫です。もしもアイドルとして道に迷ったなら、 S4 を見てください。私たちはいつでも一番輝く星として皆さんの行く道を照らし続けますね。本日はご入学おめでとうございます。はるちゃんとクラス別れちゃったね。でも寮の部屋は一緒だから、いつでも会えるよ。あ、そうだね。じゃあここで。うん。おはよう、ベイビーたち。私がこのクラスの担任、響きアンナ。この1年ロックなステージにするから、そこんとこよろしく。ねえみんな、誰よりも輝くスターになるために一番大切なのは何だと思う？それは個性。個性。この学園では自分らしく輝くためにセルフプロデュースを教えている。セルフプロデュース。つうわけで、今から最高にロックなアイテムを配るから取りに来て。はい、青山千春。はい。はい、じゃあ次、虹の夢。はい。これが学生証で、これがアイカツモバイル。わあ。後でドレスメイクルームに行って、スクールドレスを選んで。ワクワクが止まんない。私のアイカツ始まるんだ。ん、次、海山海。え、はい。いや、私のアイカツ始まる。え、奥谷花子。はい。あ、助かった。サンキュー。入学式の前に本当やっちゃったって感じ。ねえ、名前は？え？あ、虹の夢です。よろしく。私の名前は桜庭ローラ。はい。たく、初日から遅刻だなんてなかなかやってくれんじゃん。すみません。まあそれも This is the 個性。OK, baby. 今回は多めに見てあげる。ただし二度目はない。分かったら持っていきな。はい、みんな、席について。つうわけで、解散。あとは好きにしちゃって、baby。え？自分で考えて行動する、それがセルフプロデュース。それじゃあバイビー。この後レッスンに行く子もいれば帰ってしまう子もいるんだって。じゃあ私と一緒に校内を見に行かない？うん。あ、新入生向けのガイドがあるって先生が言ってた。アイカツモバイルの中にアプリが入ってるんだって。新入生の皆さん、こんにちは。私たちが学園の案内をします。おー、 S4 が案内してくれるんだね。じゃあまずは、ようこそカフェテリアへ。
ここはドレスメイクルーム。ここではドレスをカスタマイズできます。新入生？はい。ではこちらへ。ここでカードを作ってもらいます。まずは学生証を認証させてスクールドレスを選んでください。あとは好きな色や形を選んでいくだけ。わあ、どれも可愛くて選べないね。できた。私もはい、虹のゆめさん。ありがとうございます。うわあ、こんな素敵な自分のドレスがあるなんて、なんかもうアイドルになれた気分。気が早いな、ゆめちゃん。これから歌番組の収録があるみたい。かっこいい。オーラが違うよね。それぞれの組のトップスターだもん。その中で歌組のトップに選ばれたのは白鳥姫さん。芸能界でも4人は常にトップクラスで活躍してるんだよね。素敵だな、憧れちゃう。あれね、ゆめちゃん？よっ、はっ、先回りして姫様を見送る。姫様って、あれ？いない、ない、ない。あれれ、そんな。おい、こら。誰？つーかさ、そんな格好で木登りすんな。いろいろと問題あるから。ちょっとどいてくれるかな。重いんですけど。ごめんなさい。ごめんなさい。何してたんだ、こんなところで。そっちこそ何してるんですか？え？ここは四つ星学園の校内、部外者は立ち入り禁止なんですけど。はあ？新入生か。だったら何？早く出ていかないと警備の人を呼びますよ。どうぞご自由に。ここは男子部の敷地。え？どっちかっつうとそっちが部外者。毎年いるんだよな、男子部のことを知らないやつ。すみません、私。ちなみに女子部は向こうだから、早く出ていかないと警備の人呼びますよ。うわ、ゆでたこみて。お騒がせしました。突然いなくなるんだもん、心配するよ。S4 に夢中になってたら迷子になっちゃって。昔から方向音痴だもんね、ゆめちゃん。さてと、もう明日からレッスン開始なんだね。研究生としていろいろ勉強してから組決めオーディションがあるんだって。そっか。全然ダメ、もっと腹筋鍛えて。はい。はい、次桜庭。なかなかいいじゃん。全然ダメダメ、みんなうまい子ばっかりで。ゆめちゃんだって歌上手でしょ。
それも先生からダメ出しされちゃった。でも私はゆめちゃんの歌好きだよ。ゆめちゃんの歌って何かあったかいもの感じるんだ。そうなの？私は姫様に憧れていて歌が大好きなだけ。でもそれって一番大切なんじゃないかな。え？はい、注目。研究生は全員制服に着替えてホールに集合。何かあるんですか？突然だけど研究生のお披露目ステージをやることにしたからよろしく。つうことでこのお披露目ステージでは S4 や先輩たち先生方にも自分を知ってもらえるチャンスだ。ベイビー真剣勝負だぜ。どうしよう、夢ちゃん緊張しちゃうよ。小春ちゃんなら大丈夫。はい、次七倉小春カモン。はい、頑張って。うん、行ってくる。ファイト。次、虹の夢。はい。 S4 がステージを見てくれるんだ。私の初めてのステージは、夢の夢は S4 になること。 S4 みたいに輝きたい。だから絶対に諦めない。夢を叶えるまでここから始まる。Thank you.
本当に1年生？ああ、新人の域を超えている。すごい子来ちゃったぞ。二次のゆめちゃん、新しい伝説がまた始まる。ここでゆっくりして。はい、ゆめちゃん大丈夫？ゆめちゃん心配かけてごめん。でも大丈夫、全然元気。よかった。すごかったよ、ゆめちゃんのステージ。え？覚えてないの？ちょっと待ってね。これだ、見て、ほら。これが私？うん、なんかゆめちゃんいつもと違うっていうか、かっこよかった。先輩たちもね、これが新入生なんて信じられないって驚いてたよ。私何も覚えてない。一体どういうことなの？アウトロー。苦手かも。二人は似てると思うけどな。次回アイカツスターズ、二人はライバル。つかめアイドル一番星。楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。